こんにちはロジャー堀です、えー、来週の日経平均がどうなっていくのかをまた考えていきたいと思います、えー、先週ですねまあ年が始まりましてすぐにですねまあ日経平均今年ですねまず3万5千円をですね目指してくれるんじゃないですかというような話をしたんですが、えー、3万5千円あっという間に、えー、先週超えましてですね 何、えー、て言ったらいいですかね、今、3万5500円ですね、えー、こういった水準までですねあの上がってきています、でこの背景はですねいろんなことがあります、でですね、えーまあ、基本的には今、証券会社がですねいわゆる新 n のですね、えー、口座獲得競争というのをものすごくやっておりましてですね えー、新 NISA の、えー、講座をですね我が社で解説、まあまあ、してくださいというですね営業、ですねすごい勢いでですね始まっていますね、でこのですね個人投資家の資金、これがですね改めて国内のですね株式市場に入り込む、このことがですねもう証券会にとってはですねこれも,うものすごく久しぶりのもうお祭りですね。 ですので、この勢いでですね、今、証券会社はですね、まあ、証券会社がこれほどですね、相場に対して強気で、かつですね、えー、進めていると、まあ、営業推進しているという姿を見るのはですね、ものすごく久しぶりです。ですので、この勢いでもってですね、個人投資家のお金がうわーっと入ってきてるということがですね、一つの要因となっていそうですね。そしてもう一つですね、今、えー、まあ、 海外、ニューヨークのですね、市場も非常にですね、強い状況が続いていますで。続いているんですが、ちょっとですね、このニューヨークの上がり方というものにですね、少し警戒心を持たないといけない、そういう時期が来たのかなというふうに思います。でそういったことを背景にですね、ちょっと来週のお相場を考えていきたいと思います。こちらですね、ちょっとチャートをご覧いただきたいと思うんですが、日経平均ですね、こう、年初からバンバンバンと上がりましたね。この窓を開けてですね、ガンガン と上がりまして、まあ、節目と見られていた3万5000円というのをですねあっという間にクリアをしてきましたで、その背景は基本的にはですねさっき申し上げましたようにこの新ニーサに象徴されるですね個人の資金を株式市場にというですねこの えー、政策的なですね、まあ、日本の政策と証券業界のメリットが久しぶりに合致したですねそういうような動きがやはり背景にはあると思いますそしてですねもう一つ忘れていけないのはニューヨーク市場ですねニューヨーク市場非常に年明けてから好調でしたで同時にですねニューヨーク市場が実は上げているという背景はですねアメリカの金利がそろそろ下がるんじゃないかというアメリカの金利の 金融緩和のの予想というものが根底にあるんですねしかしですね実はその、まあ、アメリカのですね金融緩和のですね条件にはですねアメリカの景気自体がちょっとこう低迷しないとやはり駄目なんですねこうインフレが終わってですねアメリカ経済がちょっと低迷するだからアメリカが金融緩和をするとそういうですねシナリオだったのが 年初からですね実はアメリカ経済の強さが逆に浮き彫りになるような経済指標の発表が相次いでいます。でそれを受けてですねこちらちょっと見ていただきたいんですがこの為替ですねえ普通ですねアメリカの金利が下がっていくというのであればドル安円高にならないといけないんですね。しかしか 金融緩和観測があるにもかかわらずアメリカの経済の数字が非常に強いですのでこのドルが高いままにこうなっているんですねだいたい1 4 5 6円を今推移していますでこの1 4 5 6円を推移しているということがこの東京市場の上昇をまた下支えをしてますね。でですので これがですねニューヨーク市場が本当にこのリセッションつまりアメリカ経済が悪くなって金融緩和が進むとなった時はこのドルがまず下がってくると思いますで、ドルが下がってくるということは東京市場はそこから調整に入ってくるだろうというふうに思いますですので今ちょっとですね特殊な状況にあるというふうに考えた方がいいかもしれませんねアメリカは金融緩和という予想をしながら経済の調子はいいと いうような状況ですねこれは矛盾しているわけですねきあのこれだけ経済の調子がいいのであれば金融緩和の予想なんて立てられないしかしですねいろいろまあ frb もまあいろんな原因があってですねまあ今年は金融緩和に転じると転じるということがですねほぼほぼコンセンサスになっていますですのでまあこの中でですねじゃあいつ えー、アメリカの経済指標が悪くなってくるのかあるいはアメリカの経済指標が強くなり続けるのであれば金融緩和観測の方が後退するそういうことになると思いますでいずれにしてもですねどっちのコースをたどるにしてもドルが下落するというですねシナリオがどっかで出てくるというその懸念が出てくると思いますですのでこのですね日経平均がガーッと上がっていることに対して来週どういうふうに動くかというとですね今僕が申し上げたような懸念というのがそろそろですね 目立ってくるそして来週はですね月曜日がニューヨーク市場が休みですであまりですね大きな材料がないままその次の週の、えー、日銀の政策決定会合がありますですので来週はちょっと動きづらいんですねでそもそも動きづらいという環境の中で、まあ、日経平均も3万5千円目先の目標もすでにつけてしまったでしかもアメリカのですね金融緩和観測っていうのがうんどうなんだひょっとしたらそんな簡単には金融緩和ならないんじゃないかそういうような議論が来週は出てくるんじゃないす。 なないかなといいかとううふうに思いますでそう考えるとですね一旦3万5,000円をもう一回割りましてですね来週は若干調整をするんじゃないかなと思います。ただ えー、新 NISA のです、ね、獲得競争ですとか、えー、国内のですね、えー、株式市場に対する期待というのはものすごく高いですですので、まあ、下がるにしてもそんなにです、ねまあ、3万4000円終わって3万3000円まで下がるとかですねそういうような下落はないかなというふうに思いますので、まあ、3万4000円から3万5000円の間をですね来週はちょっと動くんじゃないかなというふうに思います。でただでたすね今年は 年前半のうちに高値をつけてくるんじゃないかなというふうに僕は思ってます。3万7千円ぐらいのですね水準がまあ年前半それもですね6月とかいう前半ではなくてもっと早い時期にですね来る可能性はあるんじゃないかなというふうに思います。で年後半ですね。 アメリカは大統領選挙があります。で、この大統領選挙でトランプさんがですね、ひょっとしたら勝つ可能性っていうのはまだ今あるんですね。ですので、この大統領選がどうなるかということによってですね、えー、年後半はですね、上がるにしても下がるにしても大荒れが待ってると思います。で、年後半はそんな風でもう全く読めない。ですので、 今年は前半にみんな稼ぎ切ろうというふうにですね、各ファンドマネージャーは、もう腕をですね、磨いて、もう待ちに待っています。ですので、この年前半、これがですね、ニューヨーク市場も東京市場も非常にですね、下競定するんじゃないかなというふうに思いますので、皆さん、稼げるうちにとにかく稼いでみてはどうでしょうかというふうに思いまます。またよろししくお願いします。